今回紹介するのは今年の細い新物サンマです。前回に去年の脂の乗った海藤サンマを使って三枚おろしを紹介しましたが、ご存知の通り近年のサンマ漁は漁獲量が激減し、去年でさえ最盛期の5分の1以下まで落ち込み、今年に限ってはさらに厳しいと言われていますが、魚屋にとって秋の売り上げの土台になるサンマが減るのは非常に困るので、少しでも食べ方提案をしたいと思います。そもそもサンマが取れなくなった理由として、温暖化や外国船の乱獲がニュースで言われていますが、さばける個人の考えはそれだけではなくレジームシフトではないかと考えています。レジームシフトとは、気温や風などの気候が数十年間隔で急激に変化することによって生態系の分布や生息数も変化することなのですが、魚屋の売り場でも今年はイワシが毎日のように安く売られていたり、ブリでは珍しい北海道産を売ることが増えてきています。今回は細いサンマになりますが、せっかくの新物なので生サンマのたたきにしてみました。近年のアニサキスと言われる寄生虫の対策も兼ねて、刺身ではなくたたきでの食べ方をおすすめしています。ではスタート。そしたら新物サンマの方は、たたきにしようと思います。生で食べます。まず同じようにお尻の穴から包丁を、今度はもう一気にサンマおろしするんで上の方まで包丁入れてしまって、頭を取って、あ、さすがに痩せてるサンマですね。今年は2匹いっぺんにやっちゃいます。同じように包丁をお尻の穴から上の方まで入れて、で頭を取って洗っちゃいます。明らかに海藤サンマより脂のなさと痩せてる感が今年はあります。特別の夏というか特別の秋になっちゃいましたね。サンマに関しては嘆かわしいです。まあこの感じで、そしたら刺身用におろしていきます。同じですね、サンマおろしの工程は先ほどと。ちょっと身が細いんで、さっきの海藤サンマよりかはやりにくいですけど、ちょっとほんまに油がないというか、包丁の入り方が全然違う感じですね。もう身も痩せてるっていうか、色が青いというか。すごいな。これでも1尾150円今してますんで。そしたらさっきも同じように裏技で腹骨を取ります。切り込み入れてもらって揚げていきます。あ、ちょっとついてきてないな。だいぶ残っちゃったな。あ、取れてるか。こっちにまあまあこうやって骨が全部やっちゃいます。一応確認しておいてください。まあ、ほとんど取れてます。これもすごい分かりやすく取れたね。そしたら刺身用に皮を引きます。サンマは頭の方から皮を引いた方が取りやすいのでいきます。で、頭のちょっと皮ちょっと出てるんですけども、これちょっとピッピッピッとやってもらったら皮が指で押さえれますので、爪で。あとはもう包丁の裏でなぞってもらったら綺麗に取れます。皮目はすごい綺麗ですね。新物は同じような感じで、
ね、ここのクラゲ最初つまみにくかったらちょっとこう手でも剥がせますんで、うん、そしたら気合骨がまっすぐ下に真ん中にこうパッ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 ってついてるので、それをなるべく気にならないように包丁を斜めに入れようと思います。骨を切るイメージですね。で、たたきなんでもう細かく切っていきます。こんな感じですね。一気に引いてもうザクザクザクと、こんな感じで細かく。これは寄生虫のアニサキス対策にもなりますので、まあ基本的にそれがもうよく噛んで食べてください。万が一のためにね。こんな感じで細く細く骨をちょっとでも断ち切るイメージを持って、まあまあ要はまあ細く適当に切ってもらったらいいんですけど、まあこんな感じになりますね。さあ、オーバー、ネギ、すりごまで、あ、美味しそう。これに味噌とか足してさらにもうまな板の上で叩くとなめろうになりますので、それもありだと思います。今日は普通のこの叩きで馴染まして、叩くっていうのはこの包丁とほんまちょっと箸で叩いてますけど、包丁で叩いたりして味を馴染ませることで叩きっていうらしいですけどね。まあこれぐらいでちょっと馴染ませようと思います。そしたらサンマ、新物サンマの生サンマの叩きをいただきます。一応もうアニサキスに関しては自己責任になりますので、よし、さばきの大好きの生姜醤油でいただきます。いただきます。うん、骨はやっぱ斜めに切るように切って細く切ってるんで気にならないですよね。油の量はどうしてもやっぱ今年は乗ってないですけど、もう秋の味覚って感じですね。やっぱさばけばこの生サンマの刺身を食べんことにはなんか秋越せないっていう感じがしますわ。お客さんでももう大好きで、アニサキス気をつけてくださいねって言って毎年サンマおろしにしてあげるお客さんとか結構いるんですけど、もう分かってる分かってる言って、でもこれをどうしても食べたいからっていう風なお客さんも多いぐらいなんで、まあ自己責任になりますけど、もうサンマの刺身今回はちょっとアニサキス対策で叩きにしましたけど、もうおすすめの秋の味覚ですね。ありがとうございました。